越後土地王城、こちらはもともと上安寺さんの敷地だったようですけどもね、こちらの信玄公の廟と左が、門殺和尚様の、お墓という形になります。はい、後ろに見えているのは、もちろん土地王城になります。小高い上、尾根城のところにですね、定石がありますので、こちらが謙信公の廟になります。はい、こちらが和尚様のお墓になりますね。住職様のお墓っていうのはこういう先が丸い形になってますよね。はい、こちらが土地王の町並み。先ほどはあちらの雁木の町を、見ながら歩きました。スズムシとスズキがよく似合いますね。そんな高い山ではないんですけどもね、上杉謙信公旗揚げの城というところになります。こちらは実はですね、今土地王、美術館とこう立派なねモダンな建物が、建っておりますが、上安寺さんのお話ですと、やはりここはもともとその隣の小学校も含めて、山というかその木立があってですね、夏でも涼しいと、ですからこの、廟とこの場所はですね、ここにあったのではなくて、もう少し左側、こちらはちょっと井戸のような水場になってますけど、この辺にあったんでしょうかね。この建設に伴って移動させたんだと思いますということをおっしゃってました。はい、私も見たわけではないんで、ただその方は地元の方で、子供の頃にはこちらに遊びに来ていたと。周りは林というか山になってたそうですね。今こうゴルフ場みたいに綺麗に整地されてしまってますけども、別に美術館がどうこうということではないんですけどもね。はい、こちらはこちらで、綺麗だと思います。はい、で書いてありますね、門殺和尚の墓、謙信廟。はい、この、今見ているこちらの下が上安寺さん秋葉公園の方になりますね。ちょっと見づらいんですけどね、お墓になりますね。ここから上安寺さんは直接は見れませんね。こちらが先ほどいた秋葉神社になりますね。謙信公の像はちょっとだけ見えますね、奥にあります。はい、で、最後は謙信公の騎馬像がこちらにはありますね。こちらは後年建てたものです。やはり、座像以外ですね、こちらは上越の前文にもありましたね、騎馬像ですけど同じ作者なんでしょうかね。非常に似た作りになってます。はい、ちょっと後ろから失礼します。ちょっと小ぶりの騎馬像ですよね。こんな感じですね。ちょっと逆光で見づらいですかね。こういう感じです。まさに、甲冑の、包帯になってるんですけどね、身につけているものは具足とか全く武士と同じ、ですから漱石と俗人武将ですよね、両方持っていたということになりますんでね。はい、謙信公となってますね。はい、長尾、虎千代から、長尾影虎、長尾正虎、長尾照虎、そして謙信、最後の10年ぐらいですかね、上杉謙信の名前が非常に世の中には有名なんですけどもね、こう太刀を振り下ろすような、勇ましい、お坊様武将ですよね。はい、包帯でのままでですね、騎馬に乗って戦っているっていう方は、なかなかね少ないですけどもね。はい、上杉謙信公の廟、その師である、幼少期の師である、和尚様のお墓と、謙信公の像でした。